大体ポップスやるときっていうのは、まあ、全部が歌物っていうわけじゃないんですけど、今回もう全部マイケルってことは全部歌物なるほなど、ので、やっぱりその初めは例えば EMI から出てるニューサウンズブラスシリーズなんかみたいに、楽器で演奏する歌で歌うのではなくても楽器で演奏するようなスタイルで、そういうニュアンスでイメージを持ってたんですね。全員そうなんですけども、それで松沼さんが実はもう歌詞のことまでニュアンスのことまでよくご存知で、それを細かくこう練習の時に指示してくださったので、だんだんこうバンドの音も変わってきて、ニュアンスが変わってきて、その歌を歌うっていうようなニュアンスをうまく汲み取って、みんなでこう音を作っていったっていうところが、やっぱりちょっと今までのその以前録音したマイケルのシリーズとはまたちょっと全然違う部分だと思います。